中央協家団体連合会は、戦前日本における全協家事業の全国的中央連合機関である。正式名を財団法人中央下団体連合会という。1923年に内務省の肝入りで設立された協家団体連合会を前進とし、1928年に中央協家団体連合会と称し、同年中に財団法人として、 文部省の認可を受けた。1945年に解消し、その役割は第日本協計法国会に引き継がれた。本項目では、前身の協計団体連合会、及び後進の第日本協計法国会についても記述する。中央協計団体連合会は、全国道府県、朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋における協計事業連合団体、または、 教家事業連絡機関を持って組織する。その目的は、教家事業の連絡提携、調査研究、奨励助成、進行施策、印刷物発行、進行施策などを行うことである。事業としては、協家機関の連絡、統制、指導、協家指導者の育成、協家協調、都市協家進行、協家町村の設定と指導、協家資料作成、加盟団体助成、 狂家功労者の戦勝、狂家事業の研究調査などに関する施策を行う。機関紙として月刊新聞、狂家運動を発行した。1923年11月10日、国民精神作項に関する証書が間発される。翌12月、社会局長官が内務省社会局に、都下の狂家団体代表者を集め、証書の精子を 普及徹底する方策について協議する。委員会で審議した結果、各協家団体が連合し、相互連絡提携を密にし、一致協力して生死に報道すべき旨を決める。翌1924年1月、30数団体で協家団体連合会を組織する。初代会長に一木規徳郎を押す。翌1925年、一木会長は、 国内大臣に就任するため同会の会長を辞任する。公認会長は山川健次郎である。翌1926年、賢きあたりから1万円を貸しされる。その後、加盟団体は順次増加し、1927年3月、現在で総数73団体に上る。地方の各府県においても、教家関係者や、 教家団体の間の相互の連絡提携を図るため、府県を単位とする教家連合団体を組織する動きが見られ、1928年3月現在で一同三府24県で教家連合団体が設立されている。こうした各地方における教家事業の展開を見て、教家団体連合会は全国的な教家網の完成を図るため、 同1928年4月1日付で、従来の教家団体連合会規定を廃止、新たに中央教家団体連合会改則を定める。この新改則で組織を根本的に変更し、府県連合会のみ加盟を認めることとする。これにより、個々の教家団体は、中央教家団体連合会に直接加盟せず、府県連合会に加盟することになる。 教家団体に関する事務は、従来、内務省と文部省の両省が所掌してきたが、1928年10月に文部省所管に統一される。翌11月、中央教家団体連合会は、主務省に財団法人設立を出願し、同年12月24日に認可される。翌1929年の7月、文部省に社会教育局が置かれ、 教家団体に関する事務はすべて同局が所管することになる。ただし、中央教家団体連合会はしばらく内務省、社会局分室に所在し、遅くとも1937年7月まで同じ住所にある。文部省は1929年9月から教家、総動員運動をはじめ、教家活動をさらに推進する方策を取る。各道府県の教家連合団体は、 同年10月までに全部設立され、すべて中央協会団体連合会に加盟する。さらに、翌1930年、中央協会団体連合会は、朝鮮、台湾、カラフト、関東州、南洋における協会連合機関も、厚生団体に加えることに改め、即日、朝鮮社会事業協会の加盟を認める。台湾協会団体連合会は1934年に、 加盟を認められる。この間、解放を1926年以来年に4回、発行していたが、一般大衆協家に強要する等のため、解放を廃止し、1930年8月から、月刊新聞、協家運動の発行を開始する。1931年6月山川会長が死去し、同年8月理事の斎藤みるが、新たに会長に就任する。 斉藤会長は1932年の5.15、事件の後に内閣を組織し、1934年に、定人事件で退陣するまで首相を務める。斉藤会長の首相在任中の1933年11月、社会協家奨励のお申ししをもって、区内省より、中央協家団体連合会へ3万円、同会を通じて、地方協家団体に6万円。 合計9万円を貸しされる。斉藤会長は1936年の2.26事件で殺害され、同年9月に清浦慶子が新たに会長に就任する。1937年、理事の中から理事長と常務理事を互選することになり、理事長に松井茂を互選する。1943年12月10日、日本政府は 戦時国民思想確立に関する基本方策要項及び同文教措置要項を閣議決定する。協家団体、文化団体においてもこれに基づいて国体五次精神の凍結及び国民風賞の明朗化を強力に推進する必要があることからその協力体制として第2本協議法国会を1945年1月25日に結成する。 第二本教家法国会は、文部大臣を会長とし、政府と表裏一体の関係にある団体である。中央教家団体連合会を発展的に解消して、これを母体とし、社会教育上を重要とされた28団体を会員とする。その目的は、この28団体の歴史的伝統と特性を生かしつつ、社会教育の統一的推進を図ることとされる。 しかしこの時すでに太平洋戦争は最終局面であり、28団体の統一的活動は市場の計画にとどまり実現せずに終わる。事務所については、教家団体連合会として発足した1924年当初は、東京市麹島地区、元江町の内務省社会局内に置き、1928年頃までそこに所在した。 1929年頃から住所を、麹町区大手町一丁目七番地にと表記し、その住所に内務省社会局分室内と付記する。1937年7月の発行物の奥付けでは、内務省社会局分室内という付記が消えているが、住所は従来とほぼ変わらず、麹町区大手町一丁目七番地とされている。その3ヶ月後の同年10月までには、 渋谷区穏やか大町目121に移転している。翌年8月時点の寄付行為第5条にも、今回は事務所を東京市渋谷区穏やか大町目121番地に置くとある。ありがとうございます。